マテアス・フランクは、スイスロックリスビル出身の自転車競技選手。AG ニア・ール・ラ・モンディアル所属。2008年、ブエルター・エスパーニャに出場。しかしチームが同年限りで解散することになったため、翌年、BMC レーシングチームに移籍。2010年、ツール・ド・スイスでは、マルクス・ブルク・ハルトの逃げを利用し、スプリントポイントと山岳ポイントを荒稼ぎし、 最終日までポイントを守りきり山岳賞とスプリント賞を獲得した。2011年、ジロでイタリアに出場し、ヨハンチョップのアシストを務めた。ツールドスイスでは、カディル・エヴァンスやスティーブ・モラビートが不在な状況でエースに任命され、総合6位に入った。ブエルダー・エスパーニャも BMC レーシングのエースとして出場。しかし、 第11ステージでは4位に入る活躍があったものの、最終的には、総合94位でレースを終えた。2012年、ジロデルトレンティの第1ステージで優勝し、リーダージャージを1日間着用し最終的には、総合10位で完走。ツールドスイスでは、総合12位に入り、スイスライダー賞を獲得した。9月には、オランダのファルケンブルーフで行われた、世界選手権。 ロードレースに、ミヒャイル・アルバジーニのアシストとして出場し63位で、完走した。2013年、オーストリア一周で、区間2勝。USA プロサイクリングチャレンジでは、第2ステージで優勝し、総合でも2位に入り総合優勝したチームメイトの、t j ン・ガーデレンと総合ワンツーフィニッシュを達成した。他にもツアーオブ・カリフォルニアで総合4位。 ツールドスイスでは、リーダージャージを6日間着用し、総合4位だった。2013年8月22日、ヤムサイクリングが、シルバン・シャバネル、ジェローム・ピノー、ローガー・クルーゲ、ビセン・テレーネス、マティアス・フランクと2014年の契約したことを発表。2014年、クリテリウム・アンテル・ナシオナル第3ステージとバイエルン一周、第2ステージで優勝。他にもツールドスイスで、 総合2位、ツールド・ロマンディで総合4位に入った。2015年、ツールド・フランスで総合8位に入り、初のグランツール総合トップ10入り。2016年、ジョバンツールド・ロマンディで総合8位、ブエルタ・アエスパーニャ第17ステージにて、一級参がクますデラ・コスタで逃げ切りを決め、自身初のグランツールでの勝利を挙げた。2017年、AG ・ニャール。 ラモンディアルに2年契約で移籍。ジロで、イタリアツールドフランスブエルターエスパーニャ。ありがとうございます。